それではあの準備よろしければスタートしましょう。はい、よしです。よろしくお願いします。毎年この時期になると来年の NHK の大河ドラマに関するニュースがちらほらと流れてくる頃かと思いますが、今日私が紹介いたしますこの徳川家里さんという人を僕が初めて知ったのも NHK の大河ドラマ、2008年に放送された篤姫という大河ドラマを通じてこの徳川家里さんという方を初めて知りました。この徳川家里さんという方は徳川本家の生まれではないんですが、八代将軍の吉宗の子供たちが作った御三家という呼ばれる家のうちの一つである田安家、今の 北の丸公園の田安門の付近に屋敷があった家に生まれて、1歳でこの田安家を継いで、そして徳川慶喜が 大政奉還をしてから、その後に4歳で徳川宗家を継ぎました。この方を最初に篤姫を通じて知ったと言いましたが、最初篤姫はこの家里さんを15代の将軍 にしたかったんですが、何分まだその当時は4歳だったので、まあ無理だろうということで、最初徳川慶喜が15代の将軍になりました。この方はあの家系図を見てみますと、あの津田塾大学を作った津田梅子さんと1歳違いの親戚にあたり のいとこにあたります。そして最初は静岡に住んで、その後東京に住んで、まずは赤坂、その後に今の千駄ヶ谷駅の南口の付近にすごい広大なお屋敷を持ってそこに住んでいたそうです。その後に13歳でイギリスに5年間留学をして、そして日本に帰ってきた後に20歳で結婚をしました。そして15代将軍慶喜との関係で言えば、年の差は26年も離れているのいるんですが、この徳川家里さんは自分は徳川家の16代目ではなくて新しい徳川家の初代だという意識が強くて、むしろ徳川慶喜は一回徳川家を潰した人間だというふうに、結構2人の関係の間にはちょっと冷たいものが流れていたようなこともありますが、その際には勝海舟などがアドバイスをしてちゃんと敬意を持って接するようにしていたということです。またこの方は1903年から貴族院という衆議院の他にもう一つあった国会の議長を31年にわたって務めました。そして今からちょうど100年前には総理大臣にならないかという話も出たんですが、もし総理大臣になってヘマをしでかしてしまったら徳川家の名前に傷をつけてしまうということになることから、その話は辞退したそうです。その後この家里さんは日本赤十字の社長を務めたり、そしてあの幻の東京オリンピックといわれる1940年の東京オリンピックの組織委員会の委員長にもなったりしています。また家里さんの趣味は相撲観戦、旅行、読書などで、特に1922年に当時のイギリスの皇太子が来日した際には自宅に招いた際に自分の家の庭に土俵を作って力士たちを招いて実際に相撲させて接待したそうです。お酒とタバコはもうやらずに、割と生活ぶりは質素な暮らしぶりだったようです。そして1940年に76歳で亡くなったんですが、その遺体はあの徳川家の菩提寺である上野の寛永寺に葬られています。そしてこの家里さんが31年間にわたって勤めた貴族院というのは、新しい憲法ができるにあたって亡くなってしまうんですが、その最後の議長を務めたのはこの徳川家里さんの息子である家政さんが、その貴族院の歴史に幕を下ろす議長の役を務めました。またアメリカで
アメリカのとある国際会議で演説をしたこともありまして、その演説の内容は全米にラジオで放送されたそうです。そうですね、あの徳川家里さんの奥さんという方はこれまた名門。はい、ありがとうございました。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。武田さんが感じるその方の人間的な魅力ってどんなところですか、本をお読みになって。まあ、やっぱりその歴史ある徳川宗家を継いだ使命感というか、その本の中でも随所に徳川家の名前を汚してはいけないというような行動や言動などが随所に出てくるので、その使命感みたいなものに大変印象を受けました。はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方いかがでしょうか。著者の樋口さんという方は、はい、その徳川家里さんの研究者の人なのか、どういう経歴の方なんでしょうか。はい、この著者の樋口さんは現在大学の先生で、主に研究の対象は明治維新が起きた時に江戸幕府の家臣だった人たちがその明治時代以降にどういうふうな生活を送っていたかということを研究している途中で、この家里さんの存在を知って、そしてあの研究を始めたそうです。はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方。はい、先ほどちょっと途切れちゃいました。奥様の件というのは、もしよろしかったらエピソードお願いします。この家里さんは二十歳で結婚したんですが、その相手というのはこれまた徳川家に負けず劣らず名門の近衛家という名門の貴族の家の娘さんと結婚して子供を4人設けられたそうです。はい、ありがとうございます。お時間がちょうどますね。それではお時間となりましたので、武田さんの発表終了させていただきます。ありがとうございました。